いや、いなくない？本当に。昔萌えのに2頭萌えのに私のことすごい好きって言ってくれてて、で推しメンですみたいな感じで言ってくれてた時期があって、卒業生なんだけど萌えのちゃんなんだけど、なんか好きなのはみーちゃんなんだけど、なりたいのはともみちゃんって言われて微妙に傷ついた。あ、そうだよねみたいな。それそういうの傷つくんだ。いや、傷つくっていうか、まあ、そう、リアルだなって思った。そうだね。確かに、まあ、なりたくはないけど、まあ、でも、好きって言われるのは嬉しいけど、なりたくはないか。なりたいかもしれない声もいるかもしれないよ。いるかな。なりたいとかって言われる。何そのなりたいって言われる代表の女にそんな風に言われなきゃいけないの。そうだな、そうだな。なりたいって言われてるから、そうやって聞くようでしょ。あるのかなと思って、どういう子がみーちゃんになりたいのかなと思って、ジャンル的に。あ、でも、誰だっけ。ミナルンとか言ってなかった。言ってないわ。あれ言うわけないじゃん、あの子が。誰だっけ。いや、たまにいるよ、ファンの子。素朴なファンの子。素朴なファンの子。ファンの子。メンバーはなりたいって人はいないね。うん、すごいなみたいなのはあるけど。まあまあ。高見菜もさ、なんか高見菜になりたいかって聞かれたらさ、いや、なりたくないな。大変なことが多いから嫌だっていう子は多い、ね。そりゃ嫌だよ。だから前なんか、陸川かなんかの時にさ、ひな壇にメンバーがいっぱい座っててさ、総監督なりたい人で、みおりんが手を挙げた時、本当にびっくりしたから、ね。意外性だね。なりたいんですって、ね、えぇーって。そう、私冗談やと思ったんだけど、結構ちょいちょいね、会うたびにね、言ってくれてるから、あ、本当にそういう節というか、かわいいモチベーションがあるんだ。モチベーションあるんやなと思う。どうする、みおりんが総監ちょっとおもろいよな、なんかな、ね、うん、同じ事務所として、ね、指名できる、高めの後継者にフレッシュレモンですそう、卒業するときに私の後継者、私の後継者次期総監督を発表したいと思います。皆さんやないかな、ゆいちゃんじゃない、市川みおりなるよな、そう、高見菜が指名していいものなのかね、ま、その辞めるときに、ま、それはでも嫌だ。いや、でもなんかプレッシャーじゃん、そういうのは。勝手に決めといてほしい、うん、でか、なんか自分が総監督は私で終わらせて、例えばこう、うん、私がいなくなって1年ぐらいしたときにメンバーが気づくじゃん、あ、この子がやってくれてんだなって思ったときに、うん、あ、違う呼び方だったりとか、なんか違うポジションで AKB をまとめる人っていうのができた方が美しいなと思う。なんか勝手に私が言っちゃうと、それはすごく負担だから。でも総監督になりたいって人がいるわけじゃん。でもやってみなきゃ分かんない、やってみなきゃ分かんないと思うわ。うん、そこはだから、やって、あー辛いって思うよりも、自分が勝手にやっててなった方がいいと思います。小島さんにはさ、なりたいって人たくさんいるだろうけど、無理だよっていう子が多いじゃん。ね、そうね。うん、自分になれそうな人とかっている？見渡して、うん、AKB でしょ、うん、いない。なんで、何がダメなの？年齢？なんだろう、なんか。もっと大人になってさ、自分を磨けば可能性はあるのかな？なんだろう、今のメンバーたち。なんだろう、私、可愛かったり綺麗な人はいるんだけど、なんかスタンス、にゃん、そう、にゃんにゃんの内面というか、そのベス、ジャストなバランス能力を持った人はいない。そうなん。でもそれ見つけないと卒業させませんみたいなとこあるじゃん。まあね、強いて言うなら、いや、いなくない本当に。いないな。結構よく考えるけど、なんていうの、それすらもいないんだ。いない、だって、うん、みんなおとなしいじゃんって言われるね。秘宝、おとなしい子が多いから。小島さん、期待する後輩存在せず、うん、まあ難しいよね。そうです。期待してる後輩はいるし、にゃんにゃんとっぽい人ってなんですか。そう、こういう分野でこの子可愛いとか、まあ、いるけど、ね、やっぱ自分ってなるとなかなかいない。そうね、うん、まあ、いてたまるかってもんだよね。自分だって積み上げてきてるしね。いや、全然いてほしい。いてほしいって、あれ、いてほしいのに現れないのか。うん、じゃあ立候補制にしようか。うん、総選挙。そこから振り払って、振り下ろして。小島春菜総選挙。でも誰も聞いてないからね。いや、聞いてる子いたの。あ、そう、いた。え、いたの？あの、大川ちゃん。大川莉央ちゃんと前田美月ちゃん。嘘やん。チームの子。聞いてんの？二人で聞いたんだって。なんで？たまたま？え、なんでだろう、わかんない。そこ重要だって、たまたま聞いたのか。大川ちゃんは自分で調べて。Google プラスで実況してた。マジで。やっぱり面白いなって。うん、何の日だったかな。なんだっけ、なんて書いてたんだけど。いたの？先週、
うん、驚きを隠せないわ、美月とリオリ、その二人がステッカーあげよう、まず、うん、あ、そうか、はい、美月とリオリにステッカープレゼントします。 ありがとう、唯一聞いてくれてる二人、ね、だからその二人が面白いと思って別の子に脳水分面白いんだよって広めてくれたら、こう確かにメンバーのね、輪が広がります。でもなんか聞いた時に美月になんかどんな内容だったって聞いた時に、うん、なんか言われたのが、あ、それつまんない回だったの、なんかあんまり、あんまり良くなかった回だ、あんまり面白くない回だって言ったら、うんって言ってた、うん、伝わってた、伝わってたか、残念。だから引き続き聞いていただけたら、波があるからね、そうだ ね、 ね、今日来たなみたいな時ありますからね、やっぱり嬉しいね、嬉しいね、ありがたいです。ラジオ聞いてくれる後輩がいいよ、うん、うん、聞いてくれ、じゃあ起きて、それでは決まりました、ノースリーブの起きて、ノースリーブの起きて、後輩にやられてギリ許せるのは、後半やられてギリ許せるのは、この番組をつまんないっていうやつ、この番組をつまんないっていうやつ。聞いてくれてありがとう、ありがとう、ご視聴ありがとうございました。気に入ってもらえたらぜひチャンネル登録をお願いします。